こんにちは、シュウです。今日は24式太極拳の第21式转身斑斓锤を練習したいと思います。大家好，我是修。今天我们来练习24式太极拳的第21式转身斑斓锤。次は转身斑斓锤の間違いやすいところを説明します。接下来我说一下转身斑斓锤容易犯的错误。重心は後座しないでそのまま回転、そのまま回転はしないようにですね。我们这个要先移重心然后再转右，不要直接就转右。少し重心少し後座してから、这个腰を回転。我们稍微要后座一下，重心，重心后座，然后再转转身。次は左足と右手は同時にやります。左足は多めに。控制してください，入れてください。做下个动作的时候，我们那个左脚要尽量往里扣，然后左脚和右手要同时。这个体重左足，重心移到左腿。次は右足先に着地、右手あとはしないように。か右手は先に完成して、足は後はしないように。我们做下一个动作的时候，右手先完成，然后再做腿，这也是不对的。然后或者是这要同时，要同时做。はい。これは同時に完成するように。同時。右足と右手を同時ですね。あと右足ですね。交差しすぎないように、広すぎないように。然后我们的右脚不要太交叉，不要太往旁边。次、重心移動するときは右膝は前に行かないようにですね。我们做重心移动的时候，这个右膝盖不要先动，右膝盖不要先动。次、足裏に降りるように。足裏に降りる。次、左手と左足。我们左手和左脚也是要同时，これも同時。はい、同時。はい。次は左足と左手は前に出すときは、体は起伏しないように、上がって下がるはしないように。我们左脚往前迈的时候，不要身体不要往上下走，不要上下。高さは変わらないよ。次は緩めて。次コンボを作るときは左足は先に行かないように。做コンボ的时候，我们左腿也不要先往前走。一緒にやります。我们要同时。次は转身斑斓锤の手法と方法を説明します。接下来我说一下转身斑斓锤的手法跟步法。まず斑拳、はい、左手を押さえて右手は
立円で外を打つように、力点は肩背と前腕部にあります。扳拳、はい、我们做扳拳的时候，这个手是立圆，左手按，右手打，然后我们的力点在拳背和这个前臂上。扳拳，はい。次は蘭掌，蘭掌は左手ですね。はい。横から前に。これも横から前ですね。力点はこの掌根にあります。掌根にあります。我们这个蘭掌的时候，力点从旁边画弧到前面，然后力点在我们的掌根上。次は冲拳、冲拳。これ右手は回転しながら前を打つように。力点はこの肩面にあります。これ回転しながら前ですね。我们冲拳的时候，我们这个右手一边旋转，一边打出，然后力点在我们的拳面上，拳面上。次は摆布、摆布ですね。摆布、摆布のつま先は外に向きすぎないようにですね。45度以上は開かないように。はい、あと前に向きすぎないように。我们做那个摆布的时候，这个右脚尖不要太往右摆了，不要超过45度以上，然后不要太往前了。はい、次は3つの動作がありますね。まず一つ目は、扳拳と摆布、これは一緒に完成する。これ一つ、はい、これ一つ、はい。我们有三个同时，这个摆布和这个摆拳，扳拳和摆布要同时。次、上部蘭掌。同時、はい、次は上部蘭掌は同時にやる。はい、这就是我们的上部和那个蘭掌我们要同时做。次は弓步と冲拳を同時に完成する。弓步と冲拳同時に、はい、これ弓步完成して冲拳後はしないように。あとは冲拳先に完成して弓步後はしないように。我们做这个时候不要先弓步完成然后再冲拳，或者是先冲拳再弓步，这是不对的。要同时，我们要同时完成。これ同時に完成。一緒に練習しましょう。我们一起练一遍。